カチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、スマホのアプリの紹介です。今回紹介するのはウォークコイン。はい、こちらのアプリになります。似たようなアプリは前々からありましたけど、今回紹介するウォークコインも歩いたらコインが貯まるというものです。それをクリアすることによってコインがもらえます。なかなかそのノルマも大変なんですけど、することはたった一つです。歩くだけです。こちらを見てください。1日のノルマは6000歩歩くと1コインもらえます。よく1日1万歩歩きましょうとか、万歩計を使ったりするときによく聞く話なんですけど、歩いたら歩いた分だけお金が入るんですね。ただ意識してそれをしてても、なんか あと何歩、あとどのくらい歩かなくちゃいけないとか考えても楽しくはないじゃないですか。ただこちらのウォークコイン、別にアプリを起動しなくても OK です。ただポケットに入れとく、ズボンのポケットに入れといけば勝手に歩いたのをカウントしてってくれます。そしてたまったコインでこんなことができます。6000歩歩いて1コインもらえるんですけど、それが10枚貯まりますとこちらのくじが引けるんですね。でくじを引くんですけど、ここ一番上にあるようにアマゾンのギフト券がもらえます。最高1万円のギフト券がもらえますね。で順番に1000円分、300円分、100円分、50円分となります。 Amazon を使っている人にはもってこいの話ではないでしょうか。そして時間はかかるんですけど、その歩いた分に対しての成果はこう溜まっていきますので、意識しなくても気づいたらこう溜まっているみたいなっていうのが楽でいいんじゃないかなと思いまして、俺もちょっとこれを入れてみました。くじが1回引けますので、ちょっと引いてみようかなと思います。まさかの外れか。外れですね。50円当たるかなと思ったんですけど、いやこれ楽しいと思いますけどね。インストールしたのが昨日なので全然まだまだなんですよ。なので、しばらくちょっと使っていこうかなと思います。とりあえず今回はこんな動画でした。ということで俺にかかってこい。